ユスターブクールベ作法器をつけたマリー・アントワネット、巨尻は女性の性的特徴の一つで、処刑を挟む前後1年間から骨盤が前傾から直立傾向に転換し始めるとともに臀部が大きくなり始め、処刑から1年後以降に骨盤が直立傾向となり、臀部の死亡組織が著しく大きく発達した状態を指す。フランスの詩人ポール・ベリレーヌが幸福で歌い上げた通り、 性的指向としての一面も持つ。タイプとしては、ブッシュマンなどに見られる伝部が後ろに突き出した、補助イス型、伝部全体にまんべんなく脂肪がついている、半球型、横に広がった、広域型などがあるが、性的指向の対象として、詩人や彫刻家、画家の指向対象となるのは総じて半球型の巨尻であった。マリー・ドメディシスが、火付け役となり、貴族たちの間では、 シリオーゴルセットが大流行するなど、18世紀前後の欧米社会においては、伝部の大きさは、女性としての魅力に直結していた。ちなみに、イギリスでは、1770年のロンドン議会で、定められた法律として、国王陛下の臣民を、偽りの腰回りによって誘惑し、結婚に至らしめた婦女は、魔法並びに、差術の過度により、現行法で処罰するものとし、 当該結婚を無効とするなるものがある。モンテスパンプ人のクロミサ事件、モンテスパンプ人が、フォンタンジュジに対して、マジョラ、ボアザン、ギブール神父と共に行った、クロミサは、夫人の豊かな尻の上だったとされている。ギュスターブ・クールベの作品。その後、クールベの作品を見た、ウジェニー皇后は、そこに描かれた女性を見て、この女性もペルシ地方出身なのと問うたという。 ホッテントットのビーナス19世紀、大きな尻をヨーロッパ中の見せ物にされた、恋族のサールタイ・バトマン。1815年に死亡。その特徴的な骨格は1974年まで人類博物館で展示され、長い間に収蔵されていたが、2002年、南アフリカ大統領ネルソン・マンデラの働きにより、故郷ケープタウンに返された。バストと処刑の秘密の関係。 初刑大きいにした現代ティーンの成長と体型変化についてパンツサイズの測り方小学生中学生女の子下着の悩み解決ガールズバでナビ派と人間の生理学女性の体型。ありがとうございます